どうもクロスロードラボです。今日はですね、山崎白秋の、コンビニ入荷情報です。はい。で、今回はですね、セブンイレブンに入荷するということで、日にちの方はですね、9月9日か9月10日とのことですね。もちろん店舗によって入荷するしないがありますので、全店にというわけではありません。でサイズなんですが、いつものようにこのミニボトルですね、180ミリ入ってます。はい、こちらね、山崎のノンエイジと白秋のノンエイジです。で180ミリといえば、だいたい4分の1ぐらいの大きさですね。これがフルボトルなので、700ミリの4分の1で180ミリ、だいたい約180かなっていう感じで、今日はですね、改めてこの山崎と白秋を飲み比べて、紹介していきたいなと思います。はい、それではまず、ストレートで飲んでいきたいんですが、この2本、山崎白秋はですね、2012年から発売しています。こういう年数表記のないシングルモルトは、ノンエイジって言われてたりとかね、しますが、ノンヴィンテージって言われてたりします。そもそもシングルモルトっていうのは何かというと、一つの蒸留所で作られている、モルトウイスキーのことです。なので一つの樽から、ボトリングされてるとかね、そういうふうに思われてる方もたまにいらっしゃいますが、あくまで場所のことですね。一つの蒸留所ということになります。そして年数表記がないということは、様々な、原酒がブレンドされているということですね。様々な熟成年数の原酒がブレンドされています。例えば、12年の表記がついてたら、最低12年以上、熟成された原酒がブレンドされているということなので、最低熟成年数なんですね、年数表記っていうのは。なので何も書かれてないってことは、下も上も様々な熟成年数が使われるということなんですが、大体こう、若い原酒が使われてるからこそ、こう年数表記を表示しないっていう、そういうふうに考えるのが割と自然なんですが、年数表記のないものでも高級ラインナップとかありますので、一概にそうとも言えない部分があります。でこの180ミリで一体どれぐらい、飲めるのかというとですね、大体日本の、バーだったり飲食店とかではウイスキーを出すようなところでは1杯30ミリで、出てくることが多いです。これはね、ストレートもロックもそうで、ハイボールは45ミリだったりとかする場合もありますけど、30ミリの場合も結構多いと思いますね。なので大体6杯ですね。30ミリで考えると6杯取れるということで、割と飲めるんですよね、この180ミリもね。で、だいたいこれ130ミリぐらい今入ってると思いますので、これで、飲んでいきたいと思います。まずね、山崎は水ならだる原酒が使われていることでもおなじみです。このノンエイジにも使われているそうです。そして、このノンエイジの特徴はですね、ワインだる原酒が使われているという、はい、他の山崎シリーズにはない特徴があります。なので山崎のラインナップっていうのは、ノンエイジ12年18年25年ってありますけど、全部味わいが変わってくるんですね、上位互換ではないということは覚えておいてください。使われてる原酒も結構違うんです。まずこう香りを嗅いでみるとですね、かなりこう華やか、そしてフルーティーな香りとね、ちょっとベリーみたいな、そういう果物の香りします。いただきます。すごいもう蜂蜜のような、そういうとろっとしたような甘みがあるんですけど、若干こうビターですね、ビターで、そしてスパイシーさがあります。余韻はね、ちょっとこう甘みの残るバニラのような味わいがありますね。ちょっとこうドライフルーツだったりとか、そういうねフルーティーさがありますね。ちょっとこう時間経つと酸味も香りから感じます。酸味のあるフルーツみたいなね、そういう香りも感じますね。割とこう香りを嗅いで、あまりこうアルコールの感じが強すぎてっていう方は、多分ね直接こう行き過ぎてる方結構多いと思うんですよ。なので少しこうずらして片側ずつ嗅いでいくっていう方法を取ると、匂いが分かりやすいんじゃないかなと思います。あと少し離してみる、これでアルコールがちょっと強いなと思ったら、ここにね常温の水を少し足してください。そうするとアルコールのこのピリピリ感が少し取れてね、より味が分かりやすくなると思います。一回やってみましょう。
はい、それでは水を足していきたいと思います。まあ、ちょっと多めぐらいに足しても全然大丈夫だと思いますが、ちょっとずつ足して自分の好みに、合わせていくっていうのがね、こういうストレートで飲む醍醐味だとは思いますね。うん、相当分かりやすくなりました。香りがまずすごいね、フルーティーさが際立ちましたね。鼻にちょっとツーンとくるような、そういう酸味のあるフルーティーさがかなり目立ってきました。うん、いただきます。かなり味が分かりやすくなりましたね。うん、本当にね、蜂蜜のようなそういう甘さが、うん、結構長く、口の中にバニラ感が残りますね。次に白州行ってみたいと思います。結構忘れがちなんですが、皆さんちゃんとこうチェイサーを飲みながら、はい、テイスティングしてください。うん、こっちはもう青リンゴのようなちょっと爽やかなね、こう青っぽいフルーツですね。そういう香りで、バニラ香ですね。うん、いただきます。甘さも結構まろやかですし、まあおとなしめの甘さというか、こっちは余韻にちょっと木の渋みがありますね。で、余韻はすっきりしてますね。結構短めの感じです。山崎とは対照的な部分もあるし、共通点もあるっていう感じなんですが、飲んでいくとですね、少しキャラメルのような甘さだったりとか、だけどそんなにこう口の中に残らないので、やっぱりすっきりしてる印象です。うん、ちょっと加水してみます。あ、やっぱりちょっと青リンゴの感じですね。いただきます。白州はちょっと多めに加水すると、こう渋みがより強調されるような感じですね。うん、ちょっとライトになりすぎちゃうかなとは思いました。次に2つともロックでちょっと飲んでみたいと思います。はい、それではついでいきます。容量的にですね、30ミリっていうとどれぐらいかというとですね、これぐらい、結構こう入ってるように見えるじゃないですか。氷が大きいのでバランス的にはすごいいい感じになります。はい、だからよりちょっと大きめの氷とかを使うといいんじゃないかなと思いますが、ご家庭で用意するのなかなか難しいので、以前ね、丸氷メーカーを紹介したりもしてますので、そういうのを使うといいんじゃないかなと思います。あとはまあコンビニの、カチ割り氷とかでもいいですね。ロックの場合は混ぜてもいいし混ぜなくてもいいです。だんだん冷えていく感じを楽しむんでもいいですし、最初からキンキンに冷えた状態を楽しむっていうのもいいですね。結構好みの問題だと思います。僕の場合は少しだけ混ぜたいと思います。はい、それでは山崎の方から。うん、こうトロッとしますね。山崎の方はこの蜂蜜感がより強調されるので、まあ、かなりロックに向いてるんじゃないかなと思いますが、結構こう余韻がビターになるので苦いなって感じる方もいらっしゃると思いますから、そういう感じる方は少しこう水を足してあげると飲みやすくなるんじゃないかなと思います。うん、うん、相当いいですね。まあハーフロックなんて言いますけど、水と、ウイスキー半々でね、氷で割ってあげる。まあ、それ以上こう水で割っていくと水割りになりますけど、水割りも相当合うんじゃないかなと思います。はい、続いて白州。うん、白州の方は甘さが強調されますね。余韻がビターになるのは山崎と変わんないんですが、白州の方がよりねマイルドに甘くなる印象です。口に結構長くね、甘さがとどまるので満足感があるんじゃないかなと思います。ロックにするとこの山崎は華やかでフルーティーっていうのが際立ってて、白州の方はですねより甘さが強くなって口の中に結構残りますね。うん、うん、
だからロックで飲むとちょっと拍手は甘すぎって感じる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。最後にハイボールで飲んでいきたいと思います。はい、それでは1からハイボールを作っていきたいと思います。まずですね、コンビニとかでね売ってるようなこういうかち割り氷を使った方がいいと思います。やっぱりね、あの氷が溶け出してくるとご家庭で作った時に中にね白いのができるじゃないですか。あれの味が結構染み出てくるので、なるべく透明な氷を使った方が個人的にはいいんじゃないかなと思います。まあ、素早く飲む場合はあんまり気にしなくてもいいのかもしれないですけど、家の氷って結構溶けやすいので、それは、少し気をつけた方がいいかもしれないです。まあ、グラスをまずこうやって冷やします。この一手間かけることによってね結構味わいが変わります。はい、そしてまあ氷が溶けるのでね水を少し切ってあげます。まあ、グラスをあらかじめ冷やしておいてもいいんですが、冷凍庫の匂いがついたりとかね、する場合もありますので、こうやって、氷を入れてねグラスを冷やした方がいいんじゃないかなと思います。そして、山崎を30ミリ、僕の場合は1対3で、作りたいと思います。ウイスキーが1、炭酸が3で、白州も30ミリ入れます。でここで一手間なんですけど、この状態でもう一回ステアします。はい、そうすることでウイスキーを冷やしてあげるんですね。炭酸を入れた時に温度差が出にくいので炭酸が抜けにくいです。はい、温度差があるとね炭酸が一気にシュワーッとなって炭酸抜けちゃうんですよね。そして静かに氷に当てないように炭酸を注ぐのがコツだと思います。で、まあ、静かに少しだけステアしてあげれば完成です。それでは山崎のハイボールからいただきます。飲んだ瞬間もう華やかさが上がってきましたね、一気に。そしてね結構甘いですね、もう蜂蜜感がすごい強調されるっていう感じで、余韻はかなりクリーミーになるのですっきりしてますし、ビターさも全然ないです。飲みやすいです。ただ口の中にいつまでも甘ったるさが残るので、これが嫌だって方もいらっしゃると思いますが、個人的にはネガティブ要素はあんまりないんじゃないかなと思います。美味しいですね。若干この渋みみたいなものが残るのが、美味しい、これ逆にポイントなんじゃないかなと思いました。次に白州、はい、いただきます。こっちはね逆に少しビターで、そしてハイボールにすると少しこうスモーキーさが出てきますね。そして余韻はすっきりっていう感じ、ほのかに甘みがあるっていう感じですね。白州ハイボールはね人気がある理由が分かりますね。やっぱりこうグビグビいけちゃう、喉越しでいけちゃうようなね、そういうすっきりさがあります。ただ、ライトすぎない、甘みがちゃんとほのかにあって個性が消えすぎないでちゃんと残ってるので、それがね白州の人気の理由なんじゃないかなと思いました。白州を飲んでから、山崎を、思うとちょっとしつこいって感じる方がいらっしゃるかもしれないですね、山崎の場合ね。白州の場合はストンとこう、余韻も切れてくれるし爽快さがあると思いました。はい、そんな感じで、山崎白州飲み比べてみました。新品の状態から封を開けて飲み比べたんですが、やっぱりバランスがいいですね。皆さんが好きな理由がよくわかります。これねフルボトルで買うのとこちらですね、この小さいミニボトルで買うのね値段基本的に変わりません。なので
フルボトルなかなか手に入らないし飲めないなって思ってる方でも、このミニボトルね、買ってみることによって、経験ができますので、ぜひねセブンイレブン数軒回ってみたら、きっとあるんじゃないかなと思います。各ね店舗だいたい3本ずつぐらい、入るみたいです。この後ねローソンも多分入るんじゃないかなと思うんですよね。まあ、定期的に、各コンビニ、ファミリーマート、ローソン、セブンイレブンに入荷したりしますので、また入荷情報があったら、動画でお伝えしたいなと思います。はい、それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。何か間違っているかしら。